ルラ脱毛カウンセリング番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ須穂さんとお話ししていきます。須穂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今回は質問なんですかね、おじさんでも大丈夫ですかということなんですが、年齢を気にして質問されている来る方多いと思うんですが、いかがですか？はい、そうですね、おじさまでも、はい、ご年配の方でも大丈夫です。今そういう方多いので、はい、結構ご年齢が上の方も結構来てくださってます。今は年齢を重ねるごとに美に関心が強くなる方も多いと思うんですね。そういった方が、脱毛って自分たちが若い頃は一般的じゃなかったのにと興味を持つ方もいらっしゃいますよね。そうですね、実際にお客さんではいかがですか？はい、私が施術入らせてもらった方は、結構年齢が年上の男性とか多いんですね。女性も多かったんですけど、はい、男性はやっぱゴルフをやる方が多くて、あとジム行ってる。なるほど、はい、それで毛がやっぱりどうしても蒸れちゃうし、引っかかっちゃって邪魔になっちゃうので、はい、そのために脱毛するっていう方もいらっしゃいました。で、女性の方なんですが、先々介護に向けて脱毛されるっていう方も何人かいらっしゃいました。なるほど、見た目の変化もそうですけれども、清潔感という観点からも脱毛に興味を持たれる方が多いということなんですね。はい、そうですね、すごい多いと思います。そうですか。こう年齢を重ねた方がこう脱毛をする際に、光脱毛もブラジリアンワックスもありますけれども、どちらも対応できそうですか？はい、どちらも対応できます。ただ男性の場合は、うちにある機械は打てる場所が限られちゃうんですけど、はい、はい、それは来てくださった時にもちゃんと説明はするんですけれども、女性は全部デリケートゾーン全部光照射することできます。なるほど。ちなみに先ほど男性の方はゴルフなんかやるときですとか、スポーツする際に脱毛考えられる方が多いということでしたけれども、やっぱこうすねの毛とかなんですか、人気なのは？人気はやはり脇と、あと足、それから VIO ですね。男性もですか？はい、そうです。そうなんですね。じゃあ、男性と女性とこう対応できる箇所が違うということなので、まずはちょっとお店に相談してみると、はい、気になるところの脱毛はしっかりできるんじゃないかと分かりますね。はい、これ今おじさんでも大丈夫ですかという質問でしたけれども、はいはい、上の方、最高でどのぐらい須穂さんはお客さんでいらっしゃったことありますか？私確か60代、半ばあたりの方がいらっしゃいましたか？はい、男性でした。これはもしかしたら今後どんどん年齢は上がってくるかもしれないですね。はい、だと思います。はい、須穂さんをはじめルラのスタッフの方にお伺いしているといつも思うんですけれども、本当にこう時代とともに脱毛に関する感覚というのが違ってきていて、今は美容院に行くような感覚で脱毛の方をことを検討される方が多いんですね。そうですね、そう思います。やっぱり定期的に脱毛いらっしゃってくださる方が多いので、さっきおっしゃったように美容院感覚だと思います。そうなんですね。年齢を重ねた方のおしゃべりもまた違って楽しいんじゃないですか？楽しいですね。すごい勉強になることがたくさんあります。そうなんですね、はい、じゃあもう年齢問わず、男女問わず、ぜひ気になる方は相談してみると、今までとは違った自分の体に出会えそうですね。そうですね、もう本当にいつでもご来店お待ちしております。はい、わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。トータルビューティールラのスタッフ須穂さんに、おじさんでも大丈夫ですかとお聞きしました。脱毛大丈夫ですよ、ぜひ気になっている方はチェックしてみてください。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。